皆さん、こんにちは。こんばんは。皆さん、こんばんは。日本は今、夜の23時を過ぎたところですね。8月31日の夜23時、日本。こちらは、バルセロナ。31日の、夕方の4時を回ったところです。今、すごい日差しが 出ておりますけれども、はい、昨日は満月でしたね。昨日というか、ごめんなさい、今日が満月ですが、日本では朝午前10時で、スペインでは夜中の2時だったということ、2時じゃない、3時か、3時20何分でしたね。はい、で、私は昨日は 夜遅くまで起きていて、お月様を眺めておりました。エネルギーをね、たくさん受け取るために、おりましたけれども、ちょうど夜中晴れて、綺麗なお月様を見ることができました。さて、このワールド・オブ・ワーズ、ちょっと8月とそして9月は、時間もこうまちまちに遅らせていただいておりますが、ああ、嬉しい、この時間で、ね、みなちゃんが見てくれます。来てくれてる、ありがとう、嬉しい。シンガポールのみなちゃん、お久しぶりです。そうね、時間をバラエティーを持ってやると、いつもは日本時間の午後2時ぐらいという、こちら朝7時ということでやってきたんですけれども、ちょっと8月9月予定がいろいろ 変わってきているので、バラバラにやっていて嬉しい、ありがとうございます。はい、この10分間のライブで、ワールド・オブ・ワーズ、先々週から体についてお話をしてきていますが、体の世界はね、不思議、それはもう本当に専門家の方たちも、それぞれの専門分野の方たちも研究でこういろいろ新しいことが分かってきているということで、そのお話に私自身が追いついていくのがなかなか大変です。で、このね、専門分野のそれぞれの ことは、その専門分野の方にお任せして、私はここでワールド・オブ・ワーズでお届けしていくのは、皆さんに世界のいろいろなね、ことに対して、世界にある自分が知らない世界とか、自分が関心を持つところとはちょっと離れたところにある世界にも、いろいろ関心を持って見ていっていただくと、自分の中にある何かとつながっていくよというふうなことのきっかけを作りたくて、このライブをさせていただいてます。ひろちゃんも、こんばんは、ありがとう。この時間、皆さん見てください。おー、ゆかりさん、こんばんは。また、グッチタイミング、Thank you、ありがとうございます。そう、今日はね、体の世界のお話で、世界の三大医学というお話をしたいと思います。というのはね、びっくりしたのが、その昨日、自己治癒力、自然治癒力のお話をしましたけれども、その最終的にその自己治癒力や自己再生能力のお話は、ギリシャの哲学の時代、アリストテレスや医学の父であるヒポクラテスの時代にまで遡っていくというお話をしました。そうしたら、昨日さらにいろいろ調べていたらね、私たち日本人には東洋医学というのがね、こう、すごく盛んに、こう自分たちで日常会話の中に聞く言葉ですけれども、それに対して西洋の医学、いわゆるね、手術をしたり、外科手術的なことは西洋医学、そして体の自然治癒力とか、そういうものを促す、例えば 中医学というところから来ているもの、あるいは漢方学というものから来ているものとかは、東洋医学と考えています。でも、実はその間にまだまだいろんな医学があった。で、今日はそのお話をね、したいと思います。で、最終的にはその自己治癒力というところから、その概念がいろいろ広がっていって、さらには科学の発見が、こうされていった中世の時代、ヨーロッパを中心とした時代に、今のいわゆる現代医学となっていくものが、だんだん発展していくんですけれども。それ以外にね、やっぱり最終的にはこの自己治癒学の 治癒力をこう伸ばしていくような医学が生まれているというのが分かってきたので、それをお伝えしたいと思います。さてさて、自己治癒力を高めるために、これはまあ十分に栄養をとる、バランスの 取れた栄養をとる、十分な酸素をとる、適度に睡眠をとる、十分に休息する、適度に体を動かすということを書きましたけれども、これについて、この自然治癒力を伸ばしていくための医学が世界的に発達していったのが、ヨーロッパが西洋側という言い方になりますけれども、欧米側ではホメオパシーとかカイロプラクティック、ハイドロパシー、オステオパシーという形で、
発展していった。そして一方、東洋医学という方では、今言った中国医学や漢方医学、そして鍼灸、針とかね、を使って、こう、その経絡を刺激していく。そしてあとはインドのアーユルヴェーダとかが有名ですが、これはそれぞれのね、専門の方にお任せするとして、調べていたら、このユナニ医学、初めて出てきました。これはギリシャの医学を起源としたイスラム文化圏で行われている伝統医学ということでした。私も実はスペインに来てね、で、今しかも自分の、まあ、主人がフランス出身で、いろいろ、アフリカの、北アフリカとかにも縁がこうできてきたときに、アフリカ、そしてそのイスラムの文化、モロッコとかアルジェリアとかを通して、あるいはそのエジプトとかを通して、そちらの文化にイランとか、そういうところまでつながっていく、そういう人たちにつながっていくにつれて、私が今まで知らなかった世界、要するに、イスラム文化圏、東欧文化圏、あるいはそのシルクロードをつなぐあのあたりのね、文化が入ってきたんですね。で、このユナニ医学というのは、その古代ギリシャを医学を起源としたイスラム文化圏で行われている伝統医学と書きましたが、今言うイランのあたり、あのペルシャ帝国の時代のあたりにすごく発達した、もの。で、しかも、あの、ペルシャのね、今の位置から言うと、その東洋のインド側、そして西洋のギリシャとか、その地中海側の文化が、こう、一緒に重なるところですので、そこでいろいろな医学が発達したということになっているようです。そして、私もこの人たちの名前はね、実はアラブ圏、イスラムっていうか、アラブの、概念というか、アラブのこう考え方、要するにアラブというか、あの、地域のですね、考え方を、こう、いろいろ、実は、こちらでも聞いていくんですけれども、数学もそうですよね。アラビア数字と言われていますが、数学の概念、西洋の概念では解決できなかった、その数字の問題を、アラビア人、ユダヤ人、アラビア人の人たちが発達させてきた学問によって、ゼロという概念ができて、そしてアラビア数字ができた。そしてそのアラビア数字の概念で、数学がいろいろ説明できるようになってきた。宇宙のその成り立ちとか、物理学も説明できるようになってきたという経緯がありますが、実はこのアラブのというか、このアラブのというか、ペルシャのですね、この、あとユダヤのを源流とするその方々の、こう、哲学者、医学者、そして錬金術者の方たちというのが、いろいろいらっしゃって、で、その方々の知恵が、実は私たちの今の時代に受け継がれているということが分かりました。というか、それもね、こっちで聞いてたんですけど、その自然、ハーブの世界の話とかね、薬草の話とか、そういうことも含めて、その、文化、ペルシャ、アフリカ、そしてエジプト、そのあたりの文化のものがすごく発達していたよという話は聞いていましたけれども、中でも、こちらの世界ですごく言われている人たちは、アル・ラージーという方、ペルシャの医学者、哲学者の方、そしてイブン・スイナーという、この方もペルシャの医学者、哲学者というふうに紹介されていましたけれども、この方々が様々な発見、そして様々な医学論を出されて、それぞれ200冊ぐらいずつ本書いてるらしいんですね。一人の方は184だったかな。もう一人の方は200冊ぐらい。そこでいろいろなことを発見し、発展し、アレルギーとかね、バラの花を嗅ぐと、花の匂いを嗅ぐとくしゃみが出る。そこからアレルギーの、こう反応を発見したとかね、なんかとにかく今の現代に通じるものを、この方たちはいろいろ発見して、それを文献に残されているということでした。で、私にとっても、そのペルシャ語とかアラブ語とか、そのあたりは文字が、すごく遠い世界なので、文字の理解とかも含めて、文化の理解とかも含めて、遠い世界なので、なかなかそういうお話はしてこれませんでしたけれども、やっぱり、スペイン、そしてこのヨーロッパで、しかもヨーロッパの中に、スペインというこの近い、ね、アフリカと、いつも言ってるんですけど、バルセロナは、欧州文化と、そして、そう、アフリカから来た、その、
アラブ・エジプト文化、地中海で回ってきたアラブ・エジプト文化と、そして、シルクロードでつながってくる東洋文化がイスタンブールを通って上回り下回りで来るという、そういう経緯で、その端っこにあたるイベリア半島のスペインには、それらの3つの文化がごっそりと混じっている文化だというふうに生きながら感じているんですけれども、ですのでその医学的な影響も、今言った世界の三大医学、西洋医学、そして東洋医学、そして今言ったエジプト、ペルシア、そしてアラブをと、そしてひいてはユダヤ人の知恵という、ね、ものを引き継いだその文化圏の人たちの、医学的なことが、いろいろ混じった世界に私たちはいるなというふうに感じています。実感として感じていますが、このね、今日お伝えしたお名前の方々、ちょっとどっかで聞いたら見て調べてみてくださいませ。アルラジという方とイブン・スイナという方です。はい、アラブの世界は本当に深い。私も実は一回ね、アラブの、世界の概念っていう、ニューヨークで書かれた、英語で書かれた本を翻訳したことがありますが、実は日本人の思う概念とか日本人のコンセプトとすごく似ているところがいっぱいありました。いずれにしても世界は一つにつながっているんだと思います。あ、ゆうきちゃんも見てくださってありがとうございます。そう、あ、すごいな、ゆかりさん。そう、私は毎日宝石に呼ばれていくから、すごい観光ですよ、です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 。本当に、その鉱石っていうか、地球から出てきている石っていうのは、本当にそのエネルギーとかミネラルのバランスとか、そのエネルギーがすごくて、私はクリスタルヒーリングということを学んだ時代もありますけれども、石のエネルギーはすごいです。で、錬金術師という言葉がありますけれども、結局あの方たちは何をしているかというと、宇宙の元素が、ね、お話、宇宙のお話のところでも体のお話のところでもしましたけれども、その宇宙にある元素が結局私たちを全部作っている、私たちの世界を作っている、地球も、そして地球の中にある石とかもそうですけど、地球にあるもの、そしてひいては私たちの生命そのものもこの宇宙にある元素でできている。で、錬金術師の方々はその元素を使って、あるいは元素を使ってできたものを分析していく、あるいは新しいものをしていく、そんな役目の方々だったのではないかなというふうに今思っています。で、このね、今紹介したアルラージーという方も錬金術師というふうにも言われているそうですが、とにかくこの宇宙の仕組み、そして宇宙の要素、元素、そしてそれは私たちの今の生命とか今の世界にどのように影響しているかということを知っていく学問、それをされている方たちがいろいろ知恵を見つけて、その世代を引き継ぐ私たちにその知恵を引き継いでくれているのだなと思っています。はい、ちょっと長くなりましたね。見てくださってありがとう、嬉しいです。はい、ということで、みなちゃん、ろちゃん、ゆかりさん、ゆうきちゃん、そしてアーカイブで見てくださる方、そして YouTube 動画で見てくださる方にも感謝します。今日は体と世界の三大医学というお話をしました。ユナニ医学、アルラージ、イブン・スイナ、ちょっと聞き慣れないお名前かと思いますが、どっかで見たら調べてみてください。はい、ということで、また明日、このライブをお届けしたいと思います。皆さん夜、ね、ゆっくりお休みください。今日の満月、まだね、月さんも丸いと思います。ではでは、また明日お会いしましょう。失礼します。